どうもこんにちは、本田です。それでは今日は代表値の3つ目、最頻値について学んでいこうと思います。ただね、これねめちゃくちゃ簡単なんだ。もうね、先説明しちゃうね。最頻値って何か、これも読んで字のごとく最も頻繁に出てくる値のことなんだ。最も頻繁に出てくる値。じゃあさ、また例を出したよ。10点満点のテストの結果はこういう風になった。2点、2点、3点、4点、4点、5点、5点、5点、10点。じゃあさ、この中でさ、一番頻発してる点数って何点かな。これはさ、5点を取った人が3人で一番多いからさ、最頻値は5点。これで終了。どう、ここめちゃくちゃ簡単だよね。でね、こっからは数学トリビアなんだけど、最頻値には実はモードという別名があるんだ。でさ、モードという言葉、もしかしたら聞いたことある人いるかもしんない。ファッションでさ、モード系ファッションっていうのがある。モード系ファッション、この言葉聞いたことなかったとしたらさ、こっちはあるんじゃない？プリンアラモード。これね、実はこのモード全部語源は同じなんだ。モードという言葉について調べてみたら、これね、どうやらフランス語でね、流行っていう意味があるらしいんだ。要はさ、流行りってことね。流行りって意味なんだ。だからさ、このさ、さっきの10点満点のテスト結果こうなった。じゃあさ、一番流行ってるのは何点ですか？ってことでさ、考えたらさ、5点取った人が一番多い。要はこれ一番流行ってるんだ。今の流行りは5点だぜ。ということで、最頻値5点。こういうことなんだ。だからその流行、流行りっていうのがさ、このデータの中で最も個数の多い、こことリンクしてくるってことなんだ。でもさ、今これ10点満点でさ、流行ってるのが5点だからでって、君はね、10点満点だったら10点を目指そう。 OK っすか？そしたら次はね、度数分布でのこの最頻値の求め方について学んでいこう。度数分布表になっても超簡単だよ。今回身長に関するデータが与えられたとして、じゃあこの度数分布表の最頻値はって聞かれたらさ、どうやって考えればいいかな。最頻値っていうのは最も多く出現している数字残ったからさ、じゃあこの中でさ、一番多く出現してるのって何センチですかっていうことなんだ。どこが一番多いかな。それはさ、ここだよね。ということで、最頻値はここの階級ってことになるんだけど、度数分布表はおなじみ、階級を答えるんじゃなくて階級値を答えてあげればいいんだ。ということで、今回は177センチ、これが最頻値になるっていうことなんだ。ここは大丈夫だったかな？かなり簡単だよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。